パーカー、ーマンズ、M-65M-65 パーカーを着用したアフガニスタン警察の志願者。フードは取り外されている。M-65 パーカー、ー M-65 必ュテールパーカーとは、60年代後半からアメリカ地上軍に採用された65年型極寒用、野戦パーカーを指す。M-65 という名称から、 M-65 フィールドジャケットと混同されることが多いが、全くの別物である。米軍の当初の正式名称は、パーカ、マンズ、M-65 であったが、70年代に入ると、パーカ、エクストリームコールドエザーと表記されるようになった。フィッシュテールなどのデザインが、M-51 パーカと似ていることから、この M-65 パーカも、 モッツコートと呼ばれることがあるが、60年代当時のイギリスでのモッツたちの着用は確認されていない。生地の素材、色などに M-51 パーカから大きな変更はない。生地はオリーブグリーン色のコットンナイロンオックスフォード折り、フラップのついた大型のハンドポケット、フィッシュテール型の裾など、基本的には前モデルの M-51 パーカを、 引き継ぐ形ではあったが、以下の点で大きく異なる。また、ステッチの簡略化や補強にナイロンテープが多用されるなど細部に、いくつかの違いが見られる。フードのファーは、初期には M-51% かと同様の重毛を使用した、モデル、ラベルによると、フード、ウィンター、W、ファーラフト、白色のシンサティックを使用した、モデル、ラベルによると、フード、フードは、 パーカ本体にボタン止めされ、ファートリミングに沿って銅の金属線が縫い込まれ、フードの開口部の形の保持ができる。また、フードが M1 ヘルメットの上から被れるように非常に多い。70年代の映画、さらば青春の光以降、モッツパーカとして着用されてきた。2014年頃に4人組バンドグループ世界の終わりが、 楽曲ドラゴンナイトのステージ衣装として着用したことで話題になった。ありがとうございます。